衣類婚姻端とは、人間と違った種類の存在と人間とが結婚する、説話の総称。世界的に分布し、日本においても多く見られる、説話類型である。なお、新婚と衣類婚姻とに分離できるとする見方や、逆に異常誕生端をも広く同類型として捉える、考え方もある。婚姻の相手としては、神、妖精、精霊など、信仰対象となる。 存在のほか蛇、馬、狐など動物が相手となる話も多い。ギリシア神話のゼウスが乙女のもとに白鳥や水滴と化して訪れる話や、貴族の祖先が神や動物との愛の子という物語が各地にあるが、これらは古代の俗外婚による信仰、生活様式の違いに起源を求める説がある。子孫が残る伝承のものには子孫にとって 都合の良いものが多い。例として、日本の天神寮母系羽衣伝説や、中国の清王朝子祖満州民族のブクリオンションの伝説等が挙げられる。日本神話における法律と豊玉姫の結婚は、衣類婚姻単であり、二人の子孫が初代天皇となっている。これは、子孫の正当性の根拠として皇族などの有力者のエピソードをもとに作られた神話とされる。 石敬語をはじめ、衣類婚姻をテーマとした研究は多くなされており、様々な角度から分析されている。分析の仕方により、分類の仕方も変わってくるが、ここでは、例として、石敬語による分類を挙げる。なお、この分類上でいう、動物には、歓迎的に、架空の山馬、鬼、河童、天人等も含まれる。大まかに6つの要素で構成されている。援助例。 動物を助ける。来訪例、動物が人間に化けて訪れる。強制例、守るべき契約や規則がある労働例、富をもたらす。破局例、正体を知ってしまう。別離、長文斎秀行が、片疑文が今階段にある、馬婿の階段。馬の例が人間の女を自分の嫁とすべくさらってゆく場面。人間の女と動物の婚姻。 何かと引き換えに、女性が一種の人身国として、衣類と結婚する羽目に陥る。女性自ら婚姻が破綻する様に格索し、破局させる話も多い。人間の男と動物の婚姻。衣類婿よりは、比較的悲惨でない話が多い。ミルナのタブーを犯すことで離別する結末を迎える、話も多い。日本には、高いと関わると、何事か。 幸を得るという感覚が古来あったようで、神話をはじめ様々な説話にその思想的痕跡が見られる。異界と関わり幸を得る方法としては相手を屈服させる相手と婚姻する高いに行く高いから、物を持ち帰るなどがあり、衣類婚姻感は、文字通り婚姻により幸を得る部類である。日本と同様に、狐女房をはじめとして、両妻死などに多数伝わる。 日本での説話のもとになったと思われるものが多数ある。ヌルハチは、リザクビの娘とカワウソの間に生まれたという伝承がある。低調大、エツを建てた、低部量は、母親が水浴びをしている時に、カワウソと交わってできた子だという。ヨーロッパでの衣類婚姻ンに登場する動物は、元が魔法や呪いで姿を変えられた人間とされるものが多く、キリシア神話等では、 神の化身であることも少なくない。このため遺類の本質が動物そのものであることは少ないという指摘もある。また逆のパターンとして妖精が魔法で動物の姿となっていたというパターンも多数存在する。トリンギットには人の姿になるカワウソのもとへと次、その後生まれた子が母の故郷への部族との交易を行い双方に富をもたらしたという伝承がある。 美女と野獣、カエルの王様、一寸法師、奥様は魔女など、神話や伝承をモチーフにしたり、イルイコンインタンを描いた物語は、各地で創作されている。漫画やアニメなどにおける、イルイコンインタン的概念、根結の類型は、汎用とも呼ばれている。ありがとうございます。